あのどうでしょうかあの磁気抵抗のね合成、えー、抵抗の計算、えー、おやりになったことあるでしょうか、えー、私もねこの問題で初めてやったんですけどね、えー、間違えました <laughs> どつボにはまりましたでね、えー、これの一番のヒントはですね、えー、ここに書いてあるその Rm ですね μ0s、えー、分の L ですねこれが何かいうことですよねこれが分かれば そう難しいことはなかったんですけどね、これ何のことか分からずにやったもんですから、えまずはあこの RM が何かということですね、これをお解析してみてください。はい、えー、ここでね、10日回路、磁気回路の10、ね、日回路を書きました。この記事力ですね、これ言うたら電池ですわな、電源ですわ。これね、えー、F イコール NI で電源になりまして、 えそれで R1R2R3 ですねこれが3つ並列に入るわけですけどねしかしあの記事録が関係してるのはこの R1 の一番ですね左側の鉄心のとこですわなはいそれで RM いうのはどうですかこれはえ鉄心のあのあれですねえ面積言いますかね 体積言いますか、えー、それのですね、えー、真空の真空に置かれた時のですね、えー、磁気抵抗ですなそういうことになるわけですね。はい、でこれにあの分母のですね μS をかければ鉄心の磁気抵抗になるわけですね。 はい、えー、それでですね、まずは R1 の長さがですね、4L ですね。これはあのええ、えー、と C からですね、えー、ぐるっと左側回って D までですね、えー、いわゆる縦が、えー、2倍の L ですね、横が 1L、ちょっと長さがおかしいですけどね、はい、で、えー、長さがあ L のですね、 えー、磁気抵抗を RS にしますとね RS は μSμ0S 分の L とこうなりますんで、えー、これはですね、えー、μ0S 分の L いうのはこれ RM ですからねあの鉄心のいわゆる断面積の磁気抵抗とこういうことになりますんでそれを鉄、えー、のね えー、非、えー、当時率と。で割ったもんやということなんですね。まあこれはまあ RS として、テスのお、いわゆる鉄心の磁気抵抗になるわけですね。で、えー、R1 ですね、一番左側の磁気抵抗ですね。これは 4L ありますんでね、えー。C からぐるっと回って D まで行きますんで、これ 4L ですから、したがってこれは μSRM の4倍ということでですね。 それから、これは R3 にも等しいわけですね。えー、今度は右回りですね。C から右回りの手、D マイルですから、えー、R3 にも等しい。で、R2 は長さが2倍ですから、えー、μS の2倍の RM と、こういうことになるわけです。さあ、それで、えー、全部の合成抵抗はですね、R0 をですね、R1 プラス、 プラス分の R R ここ間違うんですよね。ここね。<laughs> はい。で、まあ、計算していきますとですね、えー、3分の 8R2 になるわけですね。で、この R2 をですね、元の数字に変えりますと、えー、μS 分の2倍の Rm となりまして、えー、そうするとこれは3分の216の Rm が10の6乗、ーから μ の S が1500と。 いうことになりまして、ええー、三千六百ですな。はい、ええー、マイヘンリーと。ええー、こういうことになりました。